どうもショッピーです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。あれこれどうすんだろうとか、これどうしようって思うアイテムたちが増えてきました。また断捨離をしようかなと思います。ショッピーさん、また断捨離ですかっていうふうにちょっと思う、あなたも思うかもしれないんですけども、まあなたも僕も日々こう変化を、何かしら変化をしているわけで、前はもうこれがなきゃダメだ、もうこれが必要なんだって思っていたアイテムも自分がどんどん変わっていって、パッと見た時に今は必要ないなって思うアイテムとかが結構増えちゃうんです。で、僕もその捨てる以上に物だったり情報だったりってのがどんどん入ってきてます。詳しくは後ほど説明しますけど、なので僕たちは意識的にどんどん手放していかないと、あれよあれよと不要なもので溜まっちゃうよっていう。で、そうするとあれこれどうするんだろう、これどうするんだろうって言って、こうどん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 意思が奪われていって、自分が集中したいものに集中できないっていう感じで、まあ、僕はそういう経験が あるので、そう、別になんか偉そうなこと言うつもりはないんですけど、そういう経験が僕はあるので、まあ、定期的に断捨離するようにしていますっていうのが、まあ、大体3割ぐらいの理由です。あとの7割はこうやって YouTube で、まあ、企画として断捨離企画をしないと、もう忙しくて断捨離する時間がないんですよね。なので今日は企画の力をお借りして、あなたに見られてるっていう意識を持ちながら断捨離をしたいと思います。YouTube やってなかったら多分今頃僕の家はもう物で溢れ返ってると思います。いや、本当見ていただいてありがとうございます。まあ、この部屋を見て、いやいや、ショッピーさん、どこに断捨離要素があるんですかっていうふうに、まあ、ツッコミを入れる方いらっしゃると思いますし、僕もこの絵だけ見たら、いや、別に断捨離するもん何もないやって思うんですけど、まあ、でも細かいものがちょっと溜まってきていますので、ちょっと点検をしていきましょう。はい、じゃあまずこちらから点検していきます。このドラちゃんはチャンネル登録者数が1万人いった時の断捨離プレゼント用のぬいぐるみ。あ、っていうかもうチャンネル登録者数1万人いきましたね。ありがとうございます。これは、プレゼント企画はまた別で動画を撮らせていただきますので、はい、ぜひ楽しみにしておいてください。で、こうやって、で、ここは、で、これ、僕が生まれた時にもらったスプーンらしいんですけど、これどうしようかなって別に思わないので、これ置いときます。で、まあ、ハサミだったり、これだったり。で、これが、僕が今、教育ビジネスでお世話になっているメンターのケンジさんっていう人がいまして、で、ケンジさんって誰っていうふうに思った場合は、ぜひこちらの動画をご覧いただければ、ケンジさんのキャラクターとかよくわかると思いますので、見ていただきたいんですけども、そのケンジさんから、音声収録のための、このマイクをですね、ちょっといただきました。なので、これからケンジさんと音声収録をする時はまあこのマイクをどんどん使っていこうと思います。まあ、こんな感じで物が入ってきたりしてますね。はい、でここにカバンがあって、こっちはお金関係ですね、カードだったりお財布だったり、現金水筒帳だったりっていうのがもろもろがありますんで、これは大丈夫。あ、そうだ、これこれこれは領収書なんで、まあ、いずれ掴んで取っときます。で、このシールも微妙なんですよね。これがもう、これがもう自分で見るのも恥ずかしいですね。ちなみにこれ何かっていうと、僕がパスポートをなくしちゃったんで、新たにパスポート作りますっていう動画で撮ったやつなんですけども、失敗作でこんな顔になってしまいまして、で、まあ2回撮り直したわけなんですけど、パスポート以外になんか使えるかなと思ったら、全く使いどころがわからないっていう、この証明写真です。これもう毎回この引き出しを開けるたびに、どうしようかなどうしようかなって思っていたので、まあ使う目処もないし、別に今必要じゃないしっていうんで、これは断捨離です。まあシールは使えそうなんで取ってきます。はい、よいしょ。で、こっちがお化粧道具関係ですね。はい、ここも別に不要なものはないので OK です。で、こっちもカメラ機材関係が入ってるんですけど、ああ、これか、これだ。これは今の僕が使っているカメラ、この 6D Mark II のカメラの前のルミックス G8 っていうカメラを使っていたんですけど、それにつけていたレンズにつける偏光 PL フィルターっていうやつなんです。ちょっと難しい方はちょっと何言ってんだって感じだと思うんですけど、とりあえず前のカメラに使っていたこのフィルター類なんですけど、このカメラを変えちゃったらもうこれ全く役立たずなので、どうしようかな、どうしようかな、迷ったら捨てです。で、 OK です。で、ここにはメントレノート、これが切れてしまったので新しく用意したんですけど、はい、メントレノートがあって、ここにガジェットスペースがあって、ここも不要なものがないんですけども、あ、これかな、え、うわー、あー、後が残っちゃった。
そう、このシールは前はこの Mac のこの部分につけていたやつなんですけど、今僕がこの 6D Mark II を買って、そのキャノンのカメラ使ってるのにライカのシール貼ってるってちょっと違和感がすごいあったんですよ。 G8 につけていた時はライカの DG バリオレンズつけていたので、このライカのシールつけてもまあそんな違和感なかったんですけど、そう、まあ、今この 6D Mark II 使ってるのにこのライカのシールを貼ってるってちょっと違和感があったので、もう剥がしてしまいました。そう、そしたらまあもうこれもうボロボロなので捨てちゃいます。で、これがあの国民年金の払い込み用紙で、まあ必要なのでこれは取っておきます。で、これがメントレをどうやってシェアしようかなっていう、まあ、案なんですけど、まあ、これ多分こっちですよね。はい。で、ここに鏡がありの、洋服がありの、お布団、掛け布団がありの、で、こっちキッチンなんですけど、キッチンは特になさそうです。で、こっちに行くと、なんかいろいろごちゃごちゃし始めてますね。これ何しよう。じゃあ、この2つかな。これだ。なんだこれ。うん、これで OK です。で、これなんですけど、これももう気づいたら2ヶ月もう放置しっぱなしで、使おうと思えば使えるんですけど、でも意識しないと使おうと思わないやつなので、まあどうしようかな。はい、迷ったら捨てです。このカップはあの僕が韓国旅行に行った時の L7 ホテルっていう、まあロッテ系列の L7 ホテルズっていうところに泊まったんですけど、そこに置いてあったアメニティというかコーヒーカップですね、あまりにおしゃれだったんでもう持ってきてしまったっていう感じなんですけども、結局使わないんですよね。でもおしゃれだしな、どうしようかな。迷ったら捨て。で、なんかこの短いチャンバラみたいなものは、もう野球バットみたいな、これは何だっていうと、バイタミックス、この野菜とかなんか入れて、その上からこうやってポシポシポーっと押すんですよね。そうっていうやつなんですけど、一回もこれやったことないです僕。こうやって一回も押した試しがないですよね。なのでこれも2ヶ月ぐらい使ってないんですけど、でもなんか使えそうなんだよ。迷ったら捨て。こんな感じですね。OK です。では次こっちなんですけども、ここは、はい、何もありません。 OK です。で、次こっちなんですけども、ここに僕がちょっと今まで書いてきた、まあ、もちろん捨てたものもあるんですけど、残してきたものが今ここにあるんですけど、ペンを持って紙に書くとどういういいことがあるかっていうと、あの感情を込めて書けるっていうことなんです。あのタイピングでパチパチパチってやると早くて機能的なんですけど、その紙とペンで書く、そうなので、これはまあ断捨離です。っていうと、今これ書いたメントレノートどうするんですかって話なんですけど、これからはノートに書くだけ書いて、このノートがいっぱいになったらどんどんあの処分を手放していこうと思います。って言ってもこれがいいのか悪いのかっていうのはわからないんで、まあテスト的にやってみます。はい、じゃあ次行きましょう。この箱はこのルーターをしまうやつなので、これは取っておきます。よいしょと。はい、今までありがとうございました。断捨離です。うん、これでスッキリしました。はい、で、ここは OK で、ここも OK で、ここもゴミ袋として使うビニール袋なんで、まあ、これも OK です。うん、こっちも OK で、こっちも OK ですと、まあ、細かいこと言ってしまえば、こういった網戸に貼る虫除けの やつ、うん、これなんかもまあ絶対これ絶対使うんで置いておきます。はい、で、ここには、靴とかサンダルがあって、これはもう10分後にはゴミ置き場行きになるので、はい、これ置いておきます。あ、そうそう、あとこれ忘れてました。そうそう、これのこれです。これは何かというと、こういうやつですね。で、こういうやつです。1テラのハードディスクドライブなんですけど、これもうほんと悲しくてですね、ぶっ壊れて中身全部消えたっていう話なんですよ。データに関しては別に場所を取るわけではないので、とりあえずもうデータ化して全部ぶっ込んでおけばいいじゃんみたいな感じのハードディスクだったんで、もういろんな情報だったり大切な写真とか思い出とかもう詰まっていたんですけど、まあでもある意味強制的に断捨離させてもらったのかななんていうふうに思ってますけども、まあとりあえずこれはもう使い物にならないです。もうとりあえず自分のパソコンのユーティリティアプリを使っていろいろやってみたんですけど、最終的にはもうエラーが起きてしまって、もう壊れてしまったっていう感じなので、これはもう使い物になりません。これはどうでしょう、メルカリとかで売れるんですかね。壊れたディスクですけど、そう、このケースもまあ1000円ちょっとだったんで、これもまあ断捨離します。はい、ということで今回はこれらを断捨離したいと思います。
あで今回のその断捨離プレゼントに関してなんですけど、この中で別にもらって嬉しいものってないと思うので、今回はそのまま処分させていただきます。終わりました。いやーもう暑いっすね、本当に夏。よし、これでまたすっきりしました。あの物がなければいいっていう話ではなくてですね、あの何かこう目指しているものとか目標があって、そこに向かうための邪魔だったり無駄を省いていこうっていう形なので、たまたま僕がそれをやったら、まあ、これだけのものになりましたっていう感じです。なのでこれから僕はどんどん物が増えていく可能性もありますし、そうなのでそこは別に柔軟に構えてますけども、まあでもやっぱ僕たちが普段こう生活を送っていく中で、やっぱちょっとずつ内面だったりっていうのが変わっていくので、そう、そうなった時に前は必要だったけど今はあれどうしようかな、なんかどうなっちゃうのかなみたいな、こう迷うっていうか意識を奪われる、それがちょっと僕は嫌だなっていうか、やっぱりこう僕は目標に向かってもうレーザービームのようにビーって進んでいきたいっていうのがありますので、まあこんな感じで僕は無駄を省いていくっていうことですね。あとこうやって動画で企画として撮影してないと僕はやっぱだらけ癖があるので、やっぱどん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 物溜まってっちゃうんですよね。そうなので今回こうやって企画で断捨離をさせていただいてありがとうございます。まあ、この動画を見てちょっとでもスッキリしました、参考になりましたと思っていただけた場合は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで、チャンネル登録者数が1万人 いきましたので、またその説をまた別動画で撮影させていただきたいと思います。最後まで神倒しましたけども、はい、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。あ、そうそう、あのロフトでいいバックパックをちょっと見つけてしまったので、近々ですねこれ変えようと思います。